どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。10月ももう終わりやな。あっという間に、年末のムードが漂ってくる季節だね。今年も渋谷のハロウィンは大盛り上がりになるんやろうか。最初は渋谷区も歓迎してたけど、最近はハロウィン渋谷でやるな、みたいな感じになってるのが面白いところだね。まあ、そんなに経済効果があるわけでもない割には、ゴミの問題とかトラブルとかも多くて、リスクの方が高かったのかもしれへんな。私、渋谷のハロウィンって何なのか、いまいち理解してないんだよね。なんかみんなコスプレして集まっとるよな。うん、でもコスプレイヤーさんとかがいるような印象はないし、どっちかといえばいわゆる陽キャみたいな人がやってる印象だよね。コスプレするために集まって何するんや。ナンパ？オタクとは一切無縁なイベントかもしれへんな。そんなわけで今日のレビューはこちら、トレジャープラネットだよ。えらい懐かしい作品やな。この作品、ディズニーによるオリジナルアニメ映画で2002年に公開された作品なんだ。20年以上も前の作品を今レビューするんか。このチャンネルは最新のアニメだけではなく、私が最近見たアニメをひたすらレビューするチャンネルだからね。自分勝手。この作品、今のディズニー映画では味わえない魅力がたっぷりと詰まってる作品なんだ。ほう。映画冒頭は主人公の子供時代から始まるんだ。彼は夜遅くに本の世界に浸ってるんだ。その本にはとある海賊の冒険感が描かれてる。この世界には海賊が存在するんだ。まるでジャンプ漫画のワンピースに出てくるようなロジャーのごとく伝説のように語られるナサニエル・フリントの物語を読んでるんだ。ディズニー映画のレビューでワンピースのタイトルが出てくるとは。伝説の海賊はどこからともなく現れて、お宝を奪ってまたどこかに消えていくんだ。彼が集めたお宝は宇宙のどこかにあるトレジャープラネットに眠ってると言われてるんだ。ワンピースやん。いや、ほんとそれに近いものがあるんだ。本当にあるかどうかもわからないお宝。そんなお宝を指し示すアイテムに導かれて宇宙を航海してお宝を求める物語なんだ。マジでワンピースや。主人公はそんな物語に伝説の海賊に憧れてたんだ。大人になってもそれを忘れられずに、15歳になっても子供と大人の間にいるような青年なんだ。夢を捨てきれへん少年なんやな。彼の父親は小さい頃に家を出て行ったきり、母一人で息子である主人公を育ててるんだけど、母の仕事を手伝うわけでもなく自由に好きなことをしてるんだ。お母さんの手伝いくらいしたらええのに。いわゆる問題児にもなってるんだ。警察のお世話にもなってるし、周囲の自分に対する評価も低い。それは彼自身もよくわかってるんだけど、大人にもなりきれず夢も諦められていないんだ。難しいお年頃やな。そんな彼の前に亀の老人が空から降ってくるところから物語が動き出すんだ。亀。この世界観がまた面白いんだ。様々な惑星を飛び回る船が存在して、宇宙をまるで海のように航海してる。宇宙船が海の船みたいな感じなんか。そんな世界だからこそ人間だけでなくて、いろいろな種族が存在して生きてるんだ。わかりやすく言えばスターウォーズみたいな世界観。ワンピースにスターウォーズ、名作ばかりがどんどん出てくるな。フォースとか悪魔の実みたいなものは存在しないんだけど、ワンピースのような大海賊時代、そんなワンピースのような物語がスターウォーズのような世界観で描かれてると言えばわかりやすいかもね。なるほど。ディズニーっていう制作会社らしい動物の擬人化キャラクターが可愛らしいんだ。自然に細かく描かれる表情の変化とディズニーらしいキャラクターの動きの数々にワクワクさせられるんだ。これこれって感じやな。犬のような学者、亀のような海賊、いろいろな動物を擬人化した種族が存在して、そんな世界を秀逸なキャラクターデザインとアニメーションで彩ってる印象だね。ああ、これこれこれや。アニメーションでワクワクさせられるんだ。冒頭の主人公が空を駆けるシーンだったり、宇宙へ飛び出した後の大航海のシーンだったり、 SF だからこそ宇宙を舞台にしてるからこその予想できないアクションシーンの数々が心地いいんだ。なんかこういうの久しぶりに味わう感じやな。主人公の目の前に現れた亀の老人はトレジャープラネットの場所を指し示すアイテムを持ってたんだ。彼は海賊に追われてて、その途中で負った怪我で息絶えてしまうんだ。主人公にとっては夢を叶えるきっかけを手に入れたんか。そう、子供の頃に憧れたトレジャープラネット、そんな夢が現実になるかもしれない。彼の夢を叶える物語が始まるんだ。ええな。主人公と主人公の知人である宇宙物理学者はトレジャープラネットにたどり着くために船と船員を雇うんだ。優秀な船長、そして怪しげな船員たち。明らかに裏切りそうなやつおるな。主人公と同じくトレジャープラネットを狙ってる者は多く存在するんだ。誰が裏切り者なのかわからない。誰も信用できないんだ。ドキドキワクワク。主人公の前にジョン・シルバーというコックが現れるんだ。主人公は彼の下で見習いとして働きながらトレジャープラネットを目指すんだ。ものすごいシンプルな物語やな。シンプルゆえにストレートな面白さを感じるね。ジョン・シルバーは明らかに怪しいんだ。サイボーグの肉体で見た目ももろに悪人。悪そうやな。見てる側が想像する通り、彼はトレジャープラネットを狙ってる海賊で、悪、ディズニー映画流に言うならヴィランなんだ。敵ってことやな。でも同時にこの作品のもう一人の主人公なんだ。え、敵なのに？彼は
悪逆非道な海賊なんだ。主人公が出会った亀の海賊を追いやった張本人だし、作中で描かれてはいないんだけど、殺人や窃盗、いろいろな犯罪行為を行ってるんだ。それなのに主人公？彼のそばには、いつも、毛布という可愛らしいペットがいるんだ。何これ可愛い。自由に姿を変えてコミカルに動き回る毛布。そんな純粋な存在の毛布が悪であるはずのシルバーに付き従ってるんだ。なんでなん？それは彼の中にある優しさを見抜いてるからかもしれないんだ。ほう。主人公は父親のいない少年なんだ。シルバーはそんな彼の事情を知ると、まるで父親のようにいろいろなことを丁寧に教えてくれるんだ。あ、もしかして主人公の出ていった実の父親とか？いや、種族が違うから。あ、そっか。最初はただのしごきで邪魔だからこそのいじめだったかもしれないんだ。でも主人公はそんなしごきに文句一つ言わずに、次々と仕事を覚えて、自分に対しても父親のように接してくれる彼にシルバーは愛情を抱いてしまうんだ。敵なのに。疲れて眠る彼にそっと自身のコートをかけ、小型宇宙船の操縦の仕方を教えて、彼を自分の息子のように接するんだ。この二人の関係性を序盤は丁寧に描いてる。でも敵なんやろ？うん、彼は紛れもなく悪人で海賊なんだ。彼は夢を叶えるためにいろいろなものを失ってきた。自身の体の一部を失っても彼は夢を諦めきれてない。失うものもあるってことさ。夢を追っているとな。そんなシルバーは主人公のありえたかもしれない未来の姿でもあるんだ。ほう。もし主人公が亀の海賊と出会っていなかったら、トレジャープラネットのありかを指し示すアイテムを託されていなかったら、この航海に行かなかったら、シルバーのようになっていたかもしれない。問題視やったんやもんな。終盤で主人公はミスをして落ち込んでしまうんだ。せっかくシルバーにいろいろと教えてもらって成長したと思ってたのに、彼はミスをしてしまって落ち込んでしまうんだ。かわいそう。そんな彼にシルバーはそっとささやくんだ。おい、俺の話をよく聞け。お前はすげえことをする力を秘めてる。だが自分で舵を握り進路を決めなきゃダメだ。最後までやり抜け、たとえ嵐が来ようと。そしてお前が力を発揮した時、俺もお前のそばにいて栄光に輝くお前を見てみて。シルバー、本当の悪役ならヴィランなら、心の底から悪に染まった人物なら、主人公にこんな言葉を投げかけるわけはないんだ。あかん、シルバーへの感情移入がえぐい。主人公の存在がもう一人の主人公であるシルバーにも多くの大きな影響を与えていくんだ。主人公とヴィラン、互いの生き様が、互いの言葉が二人を成長させていく。主人公と出会ったことでシルバーも変わっちゃったんやな。この二人の関係性、変化、そして成長がこの作品を名作たらしめんとしているんだ。ここまでヴィランが魅力的に見える作品は久しぶりや。でも二人は仇同士なんだ。シルバーは海賊であり、ヴィラン、終盤で彼の契約が主人公にバレてしまって、二人は敵対することになってしまうんだ。悲しい。本当は敵対なんてしたくない。だけど二人は敵対する立場なんだ。一方は海賊、一方は夢見る青年。たとえ親子のような絆があっても、本当の親子でもなく、主人公とヴィラン。うん。でも序盤から中盤の掘り下げ、関係性の構築があったからこそシルバーも悩むんだ。おう。海賊仲間の前では海賊の頭として振る舞うんだけど、そんな振る舞いが本音であると同時に虚勢でもあるんだ。夢と主人公、この二つを終盤のシルバーは常に天秤にかけてる。ああ、どっちを選ぶんや。終盤でトレジャープラネットにたどり着いて、いろいろな出来事を経て、ついにお宝にたどり着くんだ。主人公にとってもシルバーにとっても夢を叶えた瞬間。でも夢は儚い幻なんだ。え、トレジャープラネットが崩壊する中で、主人公は危険な状況に陥ってしまうんだ。お宝を手に入れるならば主人公の命が失われる。主人公を助けるならばお宝が失われる。シルバーにとって究極の選択が待ち受けてる。おうおう。トレジャープラネットという彼の夢、いろいろなものを失ってようやく手に入れるチャンスが目の前にはあるんだ。いろいろと悪いこともして体の一部も失ったんやもんな。でもそんなチャンスを目の前にして、彼は自身の夢よりも大切なものを守る決断をするんだ。シルバー。もうこのシーンで一瞬うるっとしちゃうんだよね。出会って数日しか経ってない少年のためにシルバーは長年追ってきた夢を諦めるんだ。あかん、シルバーのキャラ描写が良すぎる。ラストの展開もいいんだよね。シルバーの決断や行動があったからこその主人公の行動、そしてラストシーンの憎い演出。何何？知りたい方はぜひ本編で。めっちゃ気になるやんけ。この作品、原作自体は宝島っていう有名な小説を題材にしてるんだ。あ、なんか聞いたことあるで。いろいろな童話を原作にアニメ映画にしてきたディズニーらしい、いろいろな改編もあるんだ。原作はそもそも地上での話だし、擬人化されたキャラクターでもないんだ。そこもディズニーさんらしいな。舞台を宇宙にしちゃうし、キャラも擬人化しちゃうし、その改編がディズニーらしい面白さにもつながってるんだ。ただ惜しむべきはこの作品、興行収入が悪かったんだ。なんで？ここまで名作なのに。20年以上前の作品だけど CG もかなり使ってるし、
ディズニーとしては膨大な予算をかけたんだけど、最終的には赤字になってしまった上に知名度も高くないんだよね。隠れた名作やな。まあ、いわゆるプリンセスみたいなのも出ないし、ディズニー映画だけどミュージカル要素はないんだ。なるほど、そこはディズニー映画らしくない部分かもしれへんな。でも、数々の童話を名作アニメ映画に仕上げてきたディズニー。そんなディズニーの魅力と底力、面白さを久しぶりに味わえた作品なんだ。この頃のディズニー戻ってこうへんかな。ちょっと余談だけど、この作品のタイトルを検索すると同作とか出てくるんだよね。え、だって原作は宝島ってのをきちんと明記しとるんやろ。そこじゃなくてキャラクターデザインなんだ。ほう。終盤に出てくるロボットのデザインが藤子不二雄の21エモンに出てくるゴンスケに似てるって、公開当時日本でも話題になったんだ。ああ、確かに似てるかもしれへんな。ただ盗作ってレベルじゃないし、私個人としてはそこはあまり気にならなかった。ディズニーの盗作とかパクリはいろいろと疑惑のある作品もありますから、過敏になっとるかもしれへんな。1時間40分ほどでワンピースのようなスターウォーズのような世界で2人の主人公の成長と変化が濃密に描かれてた作品だったよ。ほなまた次回